どうも皆さんこんにちは、こんばんは、アラロカレトジェです。どうもリアルです。気になるゲームニュース、うん、ということでピックアップしてお話ししていこうじゃございませんかという。はい。で、今回はね、はいはい、ちょっと初の試みで1本だけを1本のニュースを、うん、ひたすらひたすらという感じですね、うん、まあ何本もしてもいいけど、うん、まあ1本集中型もいいかなみたいなね。そうだね、うん、やっていこうかなと。ということで、そのさまず1本目は気になるニュース、サムライメイデン、うん、オープニングムービーが公開っていうことです、ね、公開されました。なんでこの1本やねんって感じ。なぜこれを1本あげたっていう話だけどね。いやもう興味があるよってやつやな。そうですね、うん、まあ、前回ねサムライメイデンのなんかニュースちょこっとあげた時すごい好評だったんで。そうだね。これ1本でいってみようかみたいな、うん、でちょっと面白いことでもあるからね。いやそうなんだよね、正直なところ、うんうん、でサムライメイデンに関しては、D3 パブリッシャーがね、うんうん、発売するということで、12月1日に発売かな、うん、PS5 と PS4 任天堂スイッチ、はい、で Steam が12月8日になってますね。全機種ですね、うん、Xbox 以外が、うん、主題歌がダイビンチューニングということで有名な人が歌ってるのかな。ダイビンチューニング、浜織紬さんっていうキャラクターだな、主人公だな。あ、主人公が歌ってる、うん、作曲が佐々木、これ久保っていうんですかね、結構有名な人なのかな。あ、なんかね、うん、ドラゴンボール Z バトルオブ Z、 おお、ゲームかの楽曲を手掛けた。あ、すごいね、悠々白書とかだもんだって。うん、冒険乱舞、週末のワルキューレ、あ、ほんと、ミオのミュージカルのやつですね。へえ、結構すごい人ですね。あ、そのん主人公の名前何でしたっけね、玉玉をつむぎだったかな、玉織つむぎ、それの、うん、声優さんが太田彩香さんのかな。いや、違う、違う、違う、読み地、あれ、あ、読み地、ああ、作曲だった、これ作曲が太田彩香さんか、うん、なるほどなるほど、読み地ゆきさんですね、声優さんがノリノリだったね。あ、そうなんですか。さっきちょうどって聞いたら、おお、これタイムスリップものなんでしょ。そうですそうです、うん、あの戦国時代へ JK が行っちゃったみたいな、 JK が行っちゃったみたいな、まああるじゃないですか、戦国高校生みたいな。よくあるあるなんですね。まあそれの女子高生版っていう、これまあオープニングムービー見てもらったら大体わかると思うんですけど、うん、ここあれっすよね、あの冒険乱舞に似てるんですよね。あ、そうなの、ステージとかが。ああ、まあけど、いや全然関係ないですよ。そうでしょ、うん、全然関係ないです。でもステージとか見ててアクションも、あ、敵も似てるんですよね。あ、そうなの、うん、まあ、時代が一緒だからね。そう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 。で、あれでしょ、上杉謙信とか、そうそう、武田信玄とか女の子がね、ねえ、うん、織田信長だけはおっさんだけど、そう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 。あとは主人公たちは多分、うん、あれだよね、オリジナルのキャラクターで、忍者か。あ、忍者ですね、うんうん、あ、上杉謙信と武田信玄しか今んとこ出てきてないですね、オープニングムービーには。ああ、そうなの。あ、弟信長出てますけど、うん、忍者が3人ぐらい出てる ね、 そうですね。これそしてなんかね、仲間の女の子同士がキスをすると、うんうん、らしいね、唇を重ねると強くなるみたいな。そうそう、強くなるんや。それなんか、それ前回もなんか言ってた気がする。そうなんだ、うん、4K いけんだね。ただその 4K はいいけど動きがスムーズかどうかってとこですよ、ね、そうだね、うん、PV 見る感じではまあそんなに問題なさそうな、アクションも、うん、感じではしますけどね。結構スピーディーな感じの、そうそうそうですね、上杉謙信かっこいいな。いいね、織田信長偉い男男してるけどね。ね、一人だね。ずいぶん年食ってんだ。プレイヤブルキャラクターどうなの？主人公のみ？あ、そうじゃないですか。そう、うん。あとは多分仲間みたいな。え、そうなの？なるんじゃないですか。いや、操作したいな。ああ、その情報はまだ入ってきてないですね。でも操作できそうだな。う
あ、できますね、多分。できる？うん。動いてますね。あ、そうなの？操作してる？うん、多分。いや、したいよね。どうなんかな、これストーリーもちょっと気になるな。確かに、どんな感じなんかな、うん、本能寺の辺に行くんでしょ？あ、でも主人公だけっぽいな。あとは仲間って感じじゃないか、3人で。あ、ちょっと一瞬入れ替わるとかそんな感じ。うん、そんな、なんか技使った時にっていう感じじゃないのかなと思いますね。まあ、今回そのゲーム内容の情報は出てないですよね。オープニングムービーっていう歌いで、うん、その主題歌に関する情報が結構入ってきたっていう感じですもんね。うん、あ、エンディング主題歌もあるんだね。あ、そうなんだね。うん、もちろんこれだったらあれだよね、明智光秀とかあの辺も出てくるんだろうね。いや、どうなんかな。だって本能寺の辺に行くんでしょ。ああ、まあ出てくるけど、モブとして出てくるか。ああ、そっかそっか。そう、敵として出てくるんじゃない。だとしたらもう PV 出てきてそうなもんだけどね。やっぱボスボス。ああ、あ、化け物みたいな感じで。そうそうそう。ああ、その可能性あるね。確かに確かに。ね、あ、だってこうゾンビみたいな骸骨兵士と戦ってんじゃん、主人公女の子。そうですね。まあ、多分そこまでこだわりがないんじゃないかなと。本能寺の変が舞台なのに、うん、武田信玄がいることがもう、まあ確かに死んでるよっていう話だよね。だから そんなにこだわってないんじゃないかな、本質とは。だからこれ女の子なんじゃない、転生してんじゃない、この子。あ、まあその可能性だから、いろいろ出てくるかもしれないですね。うん、まあまあまあ、とりあえず今回はオープニングムービーの情報だけだったんで、うん、まあ、追加情報来たらね、また追っていきたいですよね。は、追いたいね。サムライミエでは追っていきますよ。あと2ヶ月ぐらい、うん、出るまで追って追っていきます。まあどんどん情報公開してきそうだからね、うん、まあ、全然ゲーム内容が公開されてないから。そうだね、システムも一部だもんね、うん、あと護衛システムとかあるからやっぱそうなんかな、うん、多分そうでしょうね。うん、まあそんな感じですね。今回は、はいはい、D3 パブリッシャーから12月1日に発売されますサムライメイデンのオープニング、うん、ムービー公開というニュースを1本だけ取り上げてきました、はい。まあ、そんな感じでやっていきたいと思います、今回、ね、次回からも。それでは次回の動画でお会いしましょう。はいはい、おつりや、おつりや。